ここに来るんだったらね、スキー板を持ってきた方がもっと楽しめるのではないでしょうかね。フランスの方に降りていったり、イタリアの方に降りていったり、コースを選べばスイスの方にも行けたりするんじゃないんですか。どうかな。それにしてもたくさん人がいるね。おお、あんなところにね、下っていこうとする人がいますね。救助しに行くのかな。ちょっとわかんない。今何度って書いてあった、ちょっとわかんなかったね。霊下なのかな。眼下にも建物が見えておりますよ。なんかね、電波を発してんのかな。綱がずっと敷かれておりますね。ワイヤーがずっとつながっておりますね。ものすごく下の方にね、シャモニーの町かな。あんなところからずっと上がってきたんですね。時々ね、雲がね、切れて晴れてね、見えるんですね。太陽光線でございますね。こんな標高の高いところで太陽光線を浴びると、たくさんの紫外線を浴びることになるんですね。普段はね、低地でね、いろんな空気でね、光がね、薄まって伝わってきておりますからね。まあね、心配してもしょうがないですよね。ここに来る人も原発に対して、ああだこうだいう権利もありますね。宇宙船っていうね、光もあるしね。紫外線、放射能というね、線もあるんですよ。アルファ、ベータ、ガンマ線というね。まあそんなことはどうでもいいんだよ。とにかくここはスイスとイタリア、近くはスイス、あ、フランスとイタリアとスイスだね。モンブランの上からケーブルカーに乗って降りていくところでございます。やっぱりスイスに来たらですね、こういう山をね、一つ登ってみたらいいんじゃないでしょうかね。上の方は寒いですからね、コートを用意してですね、覚悟をしなければいけないですね。あんなところから来たのかな、もしかして。シャモニーの町に降りてきました。ここはスイスだけどアルプスの町でもあるんですね。なんか路面電車のようなものが止まってますね。古めかしくていい車両ですね。美しいですね。本当にカラーリングとかフォルムとかね、本当にね、日本のやつに比べるとね、本当にね、なんて言うんだろうな、味があるんだよね。こういうのに日本でも作ってもらいたいんだけど、日本のやつはね、なんかカクカクし、なんかデザインがね、整理整頓されすぎてるんだよね。バスに関、路線バスの、バスに関してもそうだしね。日本はどうしても日本風になっちゃうんだよね。シャモニー駅でございます。また列車に乗って違うところに行くのでしょうか。あなたはこれからどこに行くんですか。なんかね、パリじゃね、見かけないようなね、フランスの鉄道の車両が入線してきましたね。昨日の夜もね、同じようなものに乗りましたね。
ちょっとこれはね、日本の鉄道、昔のね、地下鉄のあの視線とかに似ていたような気がしますけどもね。スイスの山々、フランスの山々、アルプス山脈さようならということですね。もしかするとですね、今の区間はですね、今線路の間にね、もう一つね、ガタガタした歯車のようなね、やつがあったのかもしれませんね。特別な軌道だったのかもしれませんね、詳しくはちょっとよくわかんないですけどもね。リヨンでございます。リヨンの駅までやってきましたよ。リヨンの駅で今度はどうなるの。あのね、説明をしたいなと思ってるんですけどね、ちょっと文字が小さいかもしれませんね。ズームできないんだよなこれね。ズームしたいけどね、ちょうどできないんだよ。いろいろあってズームできないよね。いいや、ちょっと文字が小さいかもしれませんが、ヨチツマのヨーロッパ4、1997年の12月からね、1月の冬のヨーロッパの旅でございます。前回の説明はこのスロベニアとかね、クロアチアとか、この辺からね、ドイツとかオランダの方に行って、ちょっと曖昧な状態で、前回の説明が終わったんですよね。スロベニアの首都、リュブリャーナっていうところを通り抜けて、オーストリアを通り抜けてドイツまで前回行ったと思うんですけど、ちょっとねデータがね曖昧でね、結局どこに泊まったか分かんないんですけど、まあ暫定的にフランクフルトに泊まったことにしようかなと思います。もしかしたらねオランダに行ったかな、ちょっと記憶が曖昧なんです。でそこからですね、今回の動画が始まってスイスに入っていくんですね。なんかねヨーロッパのフィンランドに行くかモロッコの方に行くかね、悩んでいて、北上するかなんかしようか、期間が決まっていたのでですね、フィンランドを諦めるかどうかねちょっと悩んでたんですね。結局フィンランドに行くのをやめて南下することにしてですね、まずはスイスのねクールっていうところを向かったんですね。グラビュンデン州、スイスのクールっていうところで一泊します。そして氷河急行に乗ってですね、このオーベラルパスっていうところを、まあ普通の何でもない駅なんですけど通り抜けていきましたね。ウィーリー州のアンデルマットっていうところの中にある。でアンデルマットっていうのはまた別に駅があって、幹線鉄道との連絡駅なんですよね。氷河急行がこう通り過ぎて横に通り過ぎていくんですね。で氷河急行の終点がブリークっていうところ、バーレー州ね、バーレー州で乗り換えるわけですね。乗り換えて今度マルティーニ、西の方に進んでいきます。 VTR の中ではね東に進んでいくって言ってましたけど、それは間違っていてですね、氷河急行乗ってる時からね西に進んでおります。マルティーニっていうところに乗り換えたんですね。バーレー州乗り換えて今度フランスのねシャモニーに向かっていきますね。国境の駅で確か乗り換えたと思いますけども、フランス6カ国目、スイスは10カ国目、フランスの中の、オーベルニュ・ロール・アルプ地域圏
オートサヴォワ県のシャモニー、シャモニーですね。カントブラン、モンブラン、モンブランのところにシャモニーモンブラン。まあもケーブルカーに乗ってモンブランにも行きましたね。そして、そこが終わってから列車に乗ってですね、リヨン、フランスのリヨンですね、メトロポールドリヨン、オーベルニュ・ローヌ